クリアパーツが綺麗なんですよね。どうでしょうか。いや、これはね、もう変形させてて楽しいですね。めちゃくちゃかっこいいですよね、これ。いや、本当にこのスーパーテンというシリーズはもう素晴らしいですね。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。スーパーテンよりドラゴニアスです。それでは見ていきましょう。ということで、最近めちゃくちゃレビューしているスーパーテンのシリーズとなっております。で、今までの4体も動画にしているので、ぜひ見てみてください。で、今回今発売しているのだとラストですね、5体目、このなんと合体ロボ、しかも左右のこの炎のドラゴンと氷のドラゴンが合体するというもう激アツロボットなんですけど、横、はい、こんな感じになっております。ビーストモード、インテグレーションモードで、ウォリアーモードと、なんと3つのモードに変形するというね。そして今回武器の合体もあるので、それもね、合わせてやっていきたいと思います。それでは開けていきましょう。はい、中身を取り出すと、シベラスとインファーナスと、武器を合体させる時に使う持ち手と、あとペンデックスと説明書が入っております。で、この説明書は開くとこのような感じになっていて、ウォリアーモードから、はい、インテグレーションモードへの変形のさせ方と、あとビーストモードへの変形のさせ方、武器の合体のさせ方、そしてビーストモードからインテグレーションモード、ウォリアーモードへの変形のさせ方が載ってあります。ということで、早速見ていきましょうか。この2体のドラゴンですよ。いつもウォリアーモードから見てるんですけど、今回多分このビーストモードから見てった方が面白いと思うので、このビーストモードから見ていきたいと思います。どうですか、この氷のドラゴンと炎のドラゴンで、なんと今回初、今までだとなかったんですけど、なんと全身クリアパーツになっております。めちゃくちゃこのね、クリアパーツが綺麗なんですよね。ほんとモチーフにふさわしいですよね。この氷と炎っていうのが、もうこのクリアパーツの綺麗さ、この透明感で表されているというね。そしてこの塗装もね、このこっちはシルバーで、こっちはゴールドっていうね、感じになってて、これもめちゃくちゃ綺麗なんですよ。で、もうこのしっかりと可動もしますしね、口も開くし、この、はい、この首とかも動くし、足もね、こうやってしっかりと動かすことができると。で、可動もしっかりありますと。いや、素晴らしいですね。この尻尾も動くしね。うん。まあ、気になる点を、まあ、上げるとすれば、ここの、ちょっとこの羽の付け根がちょっと長めになってるとか、あと、尻尾の付け根長めになってるとか、まあ、このくらいですかね、個人的には。うん。で、この面白い処理が、この後ろ足、この後ろ足がこう分割されてるんですよ。これが、本当はこうやってね、こう、1個の足なんですけど、それを分割して後ろ足にしてるっていう、この処理がね、面白いなと思いますね。まあ、ビーストモードはこんな感じで、あ、で、このペンデックスとこの持ち手ですね、は、このビーストモード時には余剰に、ね、なりますよという感じですかね。で、これでかいんですよ。ちょっとこの最初にレビューしたこのティラナスですね、と並べると、このウォリアーモードとこのドラゴン一体が同じくらいのボリュームになってるので、それが2体合体するっていうね、このボリューム感、めちゃくちゃね、もうさすがね、5体目のね、スーパーテンのキャラだなって感じがします。ということで、このシベラスとこのインファーナスを合体させて、インテグレーションモードにしていきたいと思います。このね、合体がまた面白くてね、はい、まずはこの尻尾たちを取り外します。はい、尻尾を取り外すと、で、
このね、分割されてる2つになってるものをこうパタパタと合わせていく作業がまずありまして、まずこの羽、これが分割されてるんですけど、これを真ん中にパチッと、はい、こうやってねくっつけます。そしてこの後ろ足、これも分割されているので、ここ真ん中で、はい、こうパチッと組み合わせると、この作業がね面白いんですよね。はい、でまずこの羽を取って、で足をこっち側に向けると、はい、でこの腕ですね、腕も、はい、右側だけ取れるようになってるので、右側を取って、ここの首と足が一緒に動くので、これをこんな感じで動かします。で、まあ、こんな感じで半分完成になります。ほら、ここ断面になってますね。こんな感じです。そして反対側、こっちのシベラスの方もやっていきましょう。この分割されている羽をパタンと畳んで、足もパタンと畳んであげます。でシベラスはこっち側ですね、右半身を担当するので、こっち側にこうやって傾けて、で内側の足を外して、でこの首と前足をね一緒に動かしてあげます。でまあこんな感じになりまして、でここで、はい、この2体を真ん中でねガチッと組み合わせてあげます。はい、いや、このね分割されているものを合わせるこの感覚がね面白いんですよね。でこの尻尾まずつけていきましょう。この尻尾もここ、はい、2つともこうガチャッと真ん中で組み合わせることができるので、組み合わせてあげて、でここに刺します。はい、こんな感じでギュッと刺してあげると。そしてこの翼ですね、この翼もこのワンクリックちょっと動かして、この背中のこのジョイントにガチッとねはめてあげます。はい、でそしたらこの外した足、これもしっかりとなんと2つねここでガチャッとくっつくんですよ。はい、こんな感じでくっついて、これが胸パーツになります。この処理面白いですよね。しっかりと余剰を出さないという、でこのねちゃんと左右でガチャッと組み合わさるというね。そして最後このペンデックス、これをしっかりとこのねドラゴンが現れてるモードにして、でここにガチャッとくっつけてあげると、これでインテグレーションモードになります。どうでしょうか。いや、これはねもう変形させてて楽しいですね。この分割されてるのをパタパタと、この羽とか足とか体とか尻尾とかこの胸パーツとかガチャンって合わせるのがめちゃくちゃ楽しいというね、これよくできてますよね。しかもクリアパーツで各所できてるからめちゃくちゃ綺麗だし、でさっきのビーストモードだと四つん這いになってたのが、この合体モードだとこう起き上がるっていうね、なんかこうなんていうんだろう、ゴジラ形態みたいな、うん、このね二足歩行になるっていう、まあでもまだちょっと背中は曲がっているというか、ちょっと前傾になってるっていう、このスタイルね面白いですよね。でちゃんと首がねこう2つに分かれてて、でそれぞれこうなってるっていうね、これは面白いわ本当に。この尻尾もいいしね、この組み合わさった尻尾もかっこいいし、というね感じになっておりますよ。でまあこれは養生というね、まあなんかこう口とかにこうやったりはできますけどね、はい、こんな感じになっております。でちょっとこれでもまた大きさね見ていきましょう。もうほらでっかいんですよ。ほらもう2体合体しちゃったらもうねもうでかいという、このね普通のスーパーテンのキャラたちより、はい、大きさがすごい出てますね。この迫力もあってねめちゃくちゃいいんですよ。まあ、ということで、じゃあラストウォリアーモードに
変形させてしまいましょうか。それではウォリアーモードへの変形やっていきます。まずはこの胸のペンデックスを外します。で、これのウォリアーモードの変形の面白い部分が、これをただこう足を伸ばして立たせるだけじゃない変形っていうのが面白いんですよね。まずはこの羽を外してあげます。で、なんとウォリアーモードの正面はこっち背中側になってます。ということで、ここのパネルをパタンと開く。はい。で、尻尾を外してあげます。で、この足をね、こうやって伸ばします。で、この爪をガチャンと、はい、こうやってあげるとこう足が出来上がりますね。で、そしたらこの後ろ足、これをはい外して、で、こっち向きですね。で、この頭、これを分割して、で、下に下ろします。で、下に下ろすときに、はい、こんな感じで下ろしてあげます。反対側も足をちょっとどかしてあげて下に下ろすと、そしてここが肩になります。この足がね、こうやって稼働させてあげて、で、ここ伸びてるのでカチッとしっかり収めてあげて、で、外した足もしっかりとこの反対側に取り付けてあげます。反対側もここをこのように肩にして、反対側のこの裏側もこうやってカチッとくっつけてあげます。で、この腕、いや、このままでもめちゃくちゃかっこいいんですけど、こうしっかりとこの口を開くと拳が出てくると最高ですね。やっぱ拳あるのとないのとだともう全然違いますからね。で、こうなりますよと。で、背中、この翼をねつけていきます。こんな感じでガチャッと、反対側も翼をつけてあげると、ここにね、はい、ガチャッと取り付けまして、で、顔、はい、一回ここ分割します。で、この灰色のパネル、ここからはい、この顔をグッと取り出してあげると、はい、半分入ってますね。反対側もこっちの灰色のパネル、これを開いて、で、ここから顔を取り出してあげますと。そしてここでガチャッと組み合わせてあげて、で、ペンデックス、はい、こちら、このドラゴンから反対向きにして、このウォリアーにしてあげて、これを胸に取り付けます。そしてこの武器をこうやって両手に持たせてあげると、これでドラゴニアスウォリアーモードになります。どうでしょうか。もうめちゃくちゃかっこいいですよね、これ。いや、このクリアパーツもいいんですよね。もう映えますわ、もうめちゃくちゃ映えてますわ、クリアパーツが。いや、このね、剣もかっこいいしね。これがこっちがエンバースタッフで、こっちがフローゼンスタッフっていうね、武器になっておりますね。いや、めちゃくちゃかっこいい。いや、で、これの変形のいいところが、さっきのね、インテグレーションモード、ドラゴンが2体合わさったモード、あれをただ立たせて、で、そのまま、このウォリアーにしてもよかったのに、そのしっかりとこう変形を組み込んで裏側にして、で、羽もちゃんと後ろに付け替えてっていう風にしてるっていうね。この爪もね、もうこのままでもよかったのに、これを裏側にしてるから、こうやってね、しっかり折りたたんだりとか、しっかりとこう考えられてる、そのっていうのがめちゃくちゃいいなと思いました。で、変形する工程でビーストモードはこう四足歩行で、インテグレーションでちょっと二足歩行だけど前傾、そしてウォリアーモードで完全に立ち上がるという、このね、人類の進化を見ているかのような、この変形工程も素晴らしいですよね。いやー、
いいおもちゃですよこれは。そしてこのやばいここ今、はい、この羽もしっかりこうパカッと、はい、ワンクリック開くことができますね。こんな感じで、はい、そうするとより迫力が出ますね、うん、いやめちゃくちゃかっこいいですよ、はい、この顔も見てください。こんな感じになっております。いやいいですねこれは、はい、後ろ姿もめちゃくちゃかっこいいですしね、うん、いやでこの腕がドラゴンというね。でこの武器、はい、今こうやって2つこうね両手に持たせてますけど、これを後ろと前にねこうやってつけてあげることで、これがハイドラパイクっていうねまた違った名前の武器になりますね。これもめちゃくちゃかっこいいというね、もう本当にもうこれだけでもめちゃくちゃ遊べてしまうというね、めっちゃいいんですよ。あで可動ですね、可動がでまず肩がこう上に上がるっていうのと、あとこれがこの下の部分ですね、でこう回るっていうね感じになっております。であとこの下この腕の上で回転するのと、あと拳こんな感じで動きますね。で腰は固定で足、はい、横前後ろでここ回転があります。で膝このくらい動きますね。でまあなんかちょっと可動はね少なめかもしれないんですけど、まあこのね左右で合体してるので、まあだけどしっかりこうねポーズ取らせることができるので、こんな感じでこうやってねポーズを取らせることもできますと。いや立たせてるだけでもねかっこいいんですけど、やっぱこう剣をねこう前に突き出したりとか、こう羽をちょっと後ろにやったりとかもねできるので、いやこれはもうめちゃめちゃかっこいいですね。それではこの武器をね合体させていきたいと思います。で合体させるのが前回レビューしたこのホワイトホーンのこの武器ですね、このライトスピアと合体させていきたいと思います。でその時にこのね武器がやっと出てきますね。でまず、はい、これにまずはエンバースタッフを差し込むと。でこれをこうちょっと外側にこうやってね向けます。反対側こっちに、はい、このフローズンスタッフをやって、でこれもこうちょっとねこう開いてあげます。でこれの真ん中ここにこのライトスピアをはめてあげると、これでトライデントになるというね、もうこれもねめちゃくちゃかっこいいですよね。でこれを持たせると、うわでかい、このねでかさ、そしてこのトライデントっていうのがまたかっこいいですね。いやこれ素晴らしいわ。いやもしかしたらこれ若干外れやすいかもしれないんですけど、いやでもねこれはこれでねかっこいいと思いますね。このホワイトホーンと合体する武器ってのがまたねいいですよね。ということで今回のドラゴニアスのレビューいかがだったでしょうか。いやこれはもうビーストモード、インテグレーションモード、ウォリアーモードはもう変形も素晴らしいし見た目もかっこいいというね、やっぱこのクリアパーツっていうのもまたいいですし、この左右合体これもめちゃくちゃかっこいいなと思いますね、うん、でかいしっていう感じで、いや本当にこのスーパーテンというシリーズはもう素晴らしいですね。いやこの5体以外もまた6体目7体目とかもどんどん出していってほしいですねこのシリーズは。まあ、ということで以前ちょっとこのスーパーテンって調べても出てこないんですけどどこで買えばいいですかっていう質問が結構多かったので、自分基本アマゾンでこういうおもちゃとかは買ってるんですけど、でその購入先はね自分のこの概要欄、動画の概要欄に購入はこちらみたいなのでURL 貼ってるので、動画見てあこれちょっと欲しいなって思ったらちょっとまず概要欄見てみてください。でそこにねAmazon で売ってるやつは基本的にその URL 貼ってるのでね、そこから、ぜひ、購入してみてはいかがでしょうか。ということで
今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。